メインイベントの様子ユフック1 1 5リデル VS フランクリンはアメリカ合衆国の総合格闘技団体ユフックの大会の一つ。2010年6月12日カナダブリティッシュコロンビア州バンクーバーの GM プレイスで開催された。2010年5月8日に開催されたユフック1 1 3から1ヶ月という短いスパンでの4度目のカナダでの開催大会となった。 メインイベントでは、タフシーズン11のコーチ対決となる、チャック・リデルとリッチ・フランクリンによる、ライトヘビー級戦が行われた。タフシーズン11終盤で、キット・オーティズに代わって、コーチに就任したフランクリンが、メインイベントのコーチ対決を制した。1試合をエルター95分 3R、マイク・パイル VS、ジェシー・レノックス 3R4 時44分三角締め。 第2試合ウェルター9個分 3R。クロード・パトリック VS。ヒカルド・フンシニア R1 時48分ギロチン・チョーク。第3試合ウェルター9個分 3R。ジェームス・ウィルクス VS。ペーター・ソボッタ 3R 終了判定3から0第4試合ミドル95分 3R。マリオ・ミランダ VS。デビッド・ロワゾー2 R4 時7分 TKO 第5試合ライト95分 3R。 マットワイマン VS、マックダンジグ 1R1 時45分 TKO、第6試合ライト95分 3R、エヴァン・ダナム VS タイソン・グリフィンさん、R 終了判定2から1台7試合ウェルター95分、3R、カーロス・コンディット VS ローリー・マクドナルドさん、R4 時53分、TKO 第8試合ヘビー95分 3R、ベンドズウェル VS、 ギルバート・アイブル 3R 終了判定3から0。第9試合ウェルター95分 3R。マルティン・カンプマン VS。パウロ・チアゴ 3R 終了判定3から0。第10試合ヘビー95分 3R。ミルコ・クロコップ VS。パトリック・バリー 3R4 時30分チョーク・スリーパー。第11試合ライトヘビー95分 3R。リッチ・フランクリン VS。チャック・リデル 1R4 時55分後。 ファイトオブザナイト、カーロス・コンディクト VS、ローリー・マクドナルド・ノックアウト・オブ・ザ・ナイト、リッチ・フランクリン・サブミッション・オブ・ザ・ナイト、ミルコ・クルコップ各選手には、ボーナスとして8万5000ドルが支給された。ありがとうございます。